霊雲寺は、東京都文京区湯島にある新温州、霊雲寺派曹本山の寺院。三号は、法林山。陰号は、大筆議院。本尊は、大蔵会、金剛会大日如来。元禄四年、清志律立鹿首子により創建された寺である。上郷は、寛永十六年、河内の生まれ。十歳の時、高野山で得土し、後に、河内の教皇寺。 延明寺などを再興した。上言は、柳沢義康の帰依を受け、時の江戸幕府将軍、徳川綱吉から原定地を得て、霊雲寺を改装した。元六六年には、玉郡上寿司村に、桃石の治療を終え、元六七年には、関八州の新聞、立州の総本寺とされた。江戸幕府から衆院状を受けるなど、幕府の保護を受け、関東における新聞。 立州の中心的な寺院であった。関東大震災、第二次世界大戦の戦災で道具を消失し、現在の道具は戦後復興されたものである。昭和22年に、新温州霊雲寺派を交渉して、新温立州から独立した。鉄筋コンクリート造り2階建ての大本堂は、総門、栗と共に、昭和51年に落成したものである。大本堂は、 正面階段を上がった2階部分に仏壇を構え、両部の大日如来像肉を本尊として安置する。1階には、事務所、書院などがある。以上の重要文化財指定絵画は、東京国立博物館に帰宅されている。ありがとうございます。